日系ナナです。始まりました。今回はチンゲ投げ選手権来ました。はチンゲ投げ選手権、はい、今日はなんとですね、はい、面白企画。面白企画、うん、まあ、今さ、このオリンピックとか世界陸上とかさ盛り上がってるから俺らもそれにね参加しようと思って。いや違う違う、チンゲ投げ選手権チンゲを今日持ってきたんでそれなんかメイク動画みたいな。やめろやめろ。見えた。チンゲ持ってる。チンゲをどれだけ遠くに投げれるか対決したいと思います。対決すんの？はい。ルールはいたって簡単。チンゲをより遠くに飛ばす人の勝ち。あーなるほどね。ここ線引こうかな。はいはいはい。これが線。うん、なんかさ、葉っぱかなんかに乗せない？乗せない。あ、無理か。そのままに乗せない。じゃあこちら選手。うわー大丈夫です。洗ってるんで。アルコール消毒済みの人間を。じゃあいきますよ。風がな、ちょっと。風強いな。口の中入ったらどうしよう、これ。ふるって投げる。それはね、風も時の運だから。時の運っていう。風が止んだ時にやんない。陸上でも向かい風あるからね。チンゲ投げ選手権で向かい風もおしゃれ。今、行くよ。どう？投げた？探して。投げた投げた投げた。なんか言ってくんないと分かんないよ。どこだ。え、でも多分この辺だと思うんだよね。むずいな。待って待って、信玄を公園に捨てただけ。これちょっとむずいな。え、ちょ、マジで、マジで、お前なくなった。マジでなくなった。もう一本出せる？ちょっと待って。はい、記録なし。え、記録なし。投げたよ。でも次俺します。これしっかり見ててよ。いや待って、それやられたら無理だ。それやられたら無理。無理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 だ。なんか結びつけた方がいいのかな。いやだよ、そうだ。これを、うん、こういうんでしょうか。この先端の毛根のところに取ってする。これで競技用のチンゲが完成。じゃあ二人とも競技用のチンゲ。なんだ競技用のチンゲって。持ってる。じゃあこちらこれ3投投げて、はい、一番遠くに飛ばした人の勝ち。いくよ、うん、いくよ。あ、ここめっちゃ掘りやすい。めっちゃ掘りやすいな。ここだ。あれつけたもん。そうだね。ここに毛っぽいマークをするか。ここだったよね、ここ、うん、ここ自分の方から毛っぽく。あ、これが測定の方向。そう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 。あ、そうなんだ。これにしよう。はい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 。振りかぶり危ないって絶対やばいから絶対。うわっ。ここだ。うわー、これで、ね、これ置きましょう、うん、結構やっぱ力いっぱい投げた方がいいみたいな。でもこっちは選手のこっちですね。まだね、3投あるんだね。これさ、ちょっとチンゲのあれにするか。ちょっと待って、はいはい。キモ謎のミステリーサークル。テープがくっついてさ。投げろよ、ちゃんと。もう一回投げます。もちろん、もう一回晴れてきた、なんか。お前かっこいいな。どこ？ここ。ミネさ、叩きつけて俺チンゲを地面に。マジ？オッケー。行くよ。やっぱね、この風に乗せてポンって行かせん。ほら。うわ、どう？これすごくね、この記録。すごい。これが最大ね、私の。1m80cm ぐらいあるね。うん。これなかなかいないんじゃない？指でやる。指や。
いきます。なんか私の記録にすら及ばんもん。優勝は小田先生おめでとうございます。まあ、嬉しくはない。いやこいつじゃなかったら、うん、できてないわ。ここまでの記録伸ばしてない。ダメだこの企画。ダメだとか言うな。一生懸命やれ。公園でチンゲを。じゃあ今日はチンゲを飛ばしてみたでした。よければチャンネル登録と高評価お願いします。そんなんなかったです。やばい企画の時にだけやる。止めます。はい、ありがとう。あ、いいね。こっちゃんのチンゲ、こっちゃんのチンゲっていうか、牛肉のチンゲ、牛肉のチンゲ。